下関市。下関市は山口県の西部の市、中核市に指定されている。本州の最西端に位置し、古くから関門海峡北岸に面する港湾都市として栄えたこともあって、その人口規模は山口県の県庁所在地である。山口市をしのぎ、中国地方でも広島市、岡山市、倉敷市、福山市に次ぐ5番目の人口規模の都市でもある。 中心部の一部の下の関港周辺は、古くは赤間関、赤間が関、赤間関、赤間の関と呼ばれており、対岸の文字は、文字が、関と呼ばれていた。これを、赤馬館、赤間が、関とも書いたことから、これを略した、馬館、馬館という別名も用いられた。例えば、昔は、下関駅を、馬館駅と言い,い、今でも、下関馬館祭りが毎年開催されている。 また、下関港を発着する、寒風連絡船、現在の寒風フ,フェリーは、日本から、朝鮮半島や中国大陸へ渡る主要ルートの一つとなったことから、東アジア諸国への玄関口としての機能を模有した。1878年、明治11年軍区町村編成法により、東京15区、大阪4区、京都2区、以下1区ずつで、名古屋、横浜、 堺などと共に赤間関区、赤間が関区が置かれたことに始まり、1889年、明治22年4月1日の市政施行時には、日本で最初に市政を施行された31市の一つ、山口県で唯一として赤間が関市発足。1902年、明治35年6月1日に、現在の市名である下関市となった。現在の政は代目で、 2005年、平成17年2月13日に、下関広域都市圏を構成していた、旧下関市と豊浦郡の四町、菊川町、豊田町、豊浦町、広北町,町の計一市四町が合併、新設合併して、新たに発足したものである。合併前の旧下関市は2002年、平成14年4月1日に、特例市に指定されており、合併時に新市が、 特例市に指定、合併時直近の国勢調査、2000年10月に、基づく、旧一市4町の人口の合計が30万1097人と、当時の中核市以降の基準である30万人を超えていたため、合併同年の2005年、平成17年10月1日に、中核市の指定を受けた。ただし、合併以来実際の人口が30万人を超えたことがなく、 2005年の国勢調査時点では29万693人、現在の人口は26万人余りである。合併前の下関市、豊浦郡で、下関都市圏、下関広域都市圏を形成しており、現在は一市で都市圏を構成している。現在も経済面でも山口県西部、長渡国の中心的都市であり、2016年の 市内総生産は9174億8500万円で、県内1位。下関市に本社、あるいは営業拠点を置く企業も少なくなく、中国、四国地方最大の金融グループである、山口フィナンシャルグループ、山口 FG 及び、傘下の山口銀行、山口県下最大、中国地方3位の信用金庫である、西中国信用金庫、 山口県内一円を営業エリアとする一般ガス事業者の山口合同ガス、地方紙、山口新聞や水産食品専門誌、港新聞を発行する港山口合同新聞社が本社を置いている。また日本銀行も山口市ではなく、下関市に日銀支店、日本銀行下関支店を置いている。一方で関門海峡対岸に位置する北九州市をはじめと、 する北部九州地域との交流も深く、下関市は北九州市と共に関門都市圏を形成している。詳細は後日、山口県の最西端かつ本州の最西端に位置する。関門海峡を挟んで西を日本海、響き灘、南を瀬戸内海、須尾灘に接する。須尾灘に注ぐ木屋川や響き灘に注ぐ。 両楽川などの川口付近に形成されている中石平野部を除くと両線が海岸ギリギリまで接近する地形となっており特に旧市街では平地が少ない旧軍部ではいくつかの盆地が点在しそれぞれの盆地で集落を形成している市内に位置する主な山としては関門海峡に面子観光スポットにもなっている日の山航空通信施設などのある火山 あるいは、クルソン山などがある。人の住む島としては、関門海峡に面した彦島、響き灘に浮かぶ角島、二井島、六連島がある。気候は複雑で、日本海側気候と瀬戸内海式気候と太平洋、側気候の境界にあたる。冬は、北西の季節風の影響でドン天が多く、雨、雪の降る日もある。降雪量は少ない。方、西、南、 東を海に囲まれ、響き灘を流れる津島海流の影響もあり、旧市内及び、響き灘沿岸の比較差、日最高気温と日最低気温の差は、小さく、夏は、山口県の他の地域に比べるとそれほど高温にならず、冬も低温にならないため、温暖で、過ごしやすい地域と言える。しかし、豊田町や菊川町など山沿いの内陸部では、寒暖の差は大きい。 下関は山陽道と山陰道の結節点にあたり、さらには関門海峡を挟んで九州と対峙する位置にあったこと、大陸の玄関口であったことより、古来より陸と海における交通の要衝であり続けた。陸路の例として、山陽道、西国街道の終点であったことや、現在の国道9号の終点であること、また、 国道191号及び国道491号の起点であること。回路の例として、近世に北前船、西回り航路の経由地であったことや、現在、下関港が国際拠点港湾及び中枢国際港湾、日本海側拠点港湾、総合的拠点港湾に、下関漁港が特定第三種漁港にそれぞれ指定されていることなどが挙げられる。 交通の要衝であることは国土防衛上重要な地点であることも意味する。明治期から終戦に至るまで下関から文字に至る関門海峡沿岸一帯が西日本最大と言われた要塞地帯である下関要塞地帯に指定され写真撮影や地図作成などが厳しく制限された。現在も市内各所に当時の標柱や 大台跡など、要塞地帯の意向が残っている。戦前は、韓府連絡船修行によって、中国本土や朝鮮半島への玄関口として、活況を呈した。終戦時に、下関港が在日韓国、朝鮮人総館の主要な出発港の一つになったこともあり、また、現在、日本で唯一毎日運航されている、過客国際航路である。 カンフフェリーの存在により、現在では、市内全域に多くの韓国、朝鮮系住民が居住し、特に、下関駅、北側グリーンモール商店街一帯は事実上、コリアタウンとなっている。現在、国際定期旅客航路としては、前述のカンフフェリー、韓国、不残業などが就航している、詳しくは交通の乱産省。下関市は、 関門海峡の対岸に位置する北九州市と共に、本州と九州の接点、大陸への玄関口として発達してきた。漁師が中心となって形成される都市圏は関門都市圏とも呼ばれるように、漁師の経済面及び文化的なつながりは極めて深く、観光や行政サービスなどで漁師の交流が盛んなほか、買い物、娯楽、通勤通学、交通機関利用、 小倉駅や北九州空港等を目的とした領主間の人の流れが日常的にある。下関は北九州都市圏の5%都市圏であり実質、同一の生活圏を形成していると言える。ゆえに北九州市小倉の商業、娯楽施設の動向が下関市内にある同施設の経営戦略に大きな影響を与えている。また、一時期ではあるが、 下関市と北九州市の同州性を見据えた越境合併及び関門特別市構想について、両市で話し合いが行われたこともある。古くより九州や中国、朝鮮半島といったアジア大陸からの本州の玄関口として栄え、江戸時代には西の何和と呼ばれるほどの賑わいだった。また、日本市における数々の重要な出来事に関係している都市でもある。 下関の名称の初見は869年、上岸11年であるのに対し、赤間関の名称の初見は1185年、元略2年である。ただし、これを関所の名称と捉え、赤間、赤間、赤馬が地名であると解すると、平安時代まで遡ることができる。いずれにしても鎌倉時代に赤間関という呼び名が成立し、 付属する港湾や関門海峡の長渡国側を指す広域地名、さらには対岸の部全国文字関を含めた関門海峡全体の別名としても用いられた。現行をきっかけに赤間関を防衛するために長門死後は長門丹内とされて法上市一門が任ぜられた。法上市が滅びると長門の御家人であったことを氏が長門死後とされるが南北朝の内乱の中で ス王国の在庁官人、御家人であった大内氏が、南朝方として、ス王、長戸両国を征服、後に来た朝方に離反して、室町幕府から両国の守護、さらに、対岸の部全国の守護にも任ぜられて、赤間関を含めた関門海峡両岸を、大内氏が支配する体制が16世紀中期まで200年近く続くことになる。大内氏は、 赤間関に大館を設置して、直接管理し、公安の管理、赤線や個別線の徴収、民や朝鮮などの外交施設への応対などに当たった。特に外国からの船舶が東へと向かうためには、必ず赤間関に立ち寄って、瀬戸内海を経由して、京都方面に向かうことになり、朝鮮通信し、朝鮮の施設が博多によらずに、直接赤間関を目指した例もある。 また、室町幕府が派遣した県民船の往復の際にも必ず赤間関に立ち寄り、帰国時には赤間関から京都へ使者が送られていた。県民船の記録でも、王路は明波到着時に日本の年号から明の年号に改め、広は赤間関到着時に日本の年号に戻す慣例があった。また、16世紀に大内氏が、 日民貿易を独占すると県民船から中文銭を徴収する中文士官が赤間関に置かれたほか、民の朝廷に献上する密蜜物や輸出品を保管する倉庫も設置され、朝鮮などの外国人も居住していた。弥生時代にはすでに現在の下関市域には集落が複数存在しており、両ら牧号遺跡、川中地区、土井ヶ浜遺跡、 現在の方北地区などに当時の遺構が現在も残る。公安都市として栄えたこともあり、古くから海運や貿易及び金融に関連した産業が盛んであった。詳しくは内容参照。第一次産業では主に水産業が盛んで、以前は捕鯨が主であった。現在も下関は近代捕鯨発祥の地である上、全国有数の商業捕鯨基地であり、 現在も、調査捕鯨の基地である。現在は、フグの水揚げ高が全国の8割を占め、水揚げ高は全国1位であり、市内には、フグ専用の魚市場の南風パク、は、江戸ま魚市場を構える、山椒、下関と福。また最近になり、アンコウの水揚げ高も日本一であることが分かり、下関の新たな名物として、PR 活動を行っている。市内には、 一般人にも開放された、唐戸市場、フグ専用の卸売市場である、南風パク市場、特定第三種漁港の下関漁港にある、下関漁港市場、旧宝北町にある、コットイ市場などの水産物部門の卸売市場がある。歴代市長、2017年3月12日執行、2013年3月10日、執行、2009年3月15日執行、 2005年3月27日、執行。カラトに隣接する鍋町に本町を置くほか、2005年、平成17年の合併前の旧軍部の各町に総合支所、4カ所、旧下関市内に12支所、総合支所管内に11支所を配する。また、3つのサテライトオフィスと1つの事務所、東京事務所、上田中町に、 下関市役所上田中町庁舎を置いている。2004年の広域合併以降、市庁舎の位置をめぐって、右与曲折が見られる。市長選挙でも、たびたび、市役所移転問題、市役所を現在の位置のままにするか、新下関に移転するかが取り上げられたが、結局はからと地区のままである。市役所本庁、総合支所、支所、 総合支所内のものを除くの所管する地域として17の地区がある。各地区の名称は本庁の所管する区域は本庁地区00総合支所の所管する区域は00地区と呼ばれる。本庁地区の領域は市政施行1889年当初のものに旧育野町1921年編入合併を合わせたものである。 その他の地区の領域は、外して、下関市への編入合併、1933年、昭和8年彦島から1955年、昭和30年内部や下関市との新設合併、2005年、平成17年によって消滅した、各町村、旧豊浦郡や旧朝郡に属していたの領域を引き継ぐものである。 本庁地区以外の領域の詳細は、市所設置条例及び、総合市所設置条例を参照。現在市内には、下関警察署、調布警察署、小串警察署の3つの警察署があり、下関管内に、彦島幹部交番、旧彦島警察署、調布管内に、豊田幹部交番、旧豊田警察署の2つの幹部交番がある。各警察署の管轄区域は、 以下の通り。消防業務は、下関市消防局が行っている。現在市内には、中央消防署、北消防署、西消防署、東消防署、豊浦西消防署、豊浦東消防署の6つの消防署がある。各消防署の管轄区域は、以下の通り。かつて二次救急を担う4医療機関はすべて、本庁地区に所在していたが、2005年4月に、 再生会が安岡地区へ2009年4月に関門医療センターが調布地区へ移転したため救急指定病院の集中度が緩和された。それでも4医療機関のすべてが救支部に所在する状況は変わらず救軍部からの移動が1時間を超える地域もあるため救急医療体制や交通網のさらなる充実が課題となっている。ただし救群部の北側では 長戸市の二次救急医療機関を利用する方が少ない移動時間で住む場合がある。大型商業施設のみの記載、旧下関市街地では、幕末前後から明治、大正時代にかけての歴史遺産を整備した名所旧石や歴史的建築物、洋館、神社仏閣などが多数存在するほか、城下町の調布地区には由緒ある神社仏閣や、 武家屋敷などが集まっている。また、関門海峡沿いには観光施設が複数建設されており、対岸の文字高レトロ地区、北九州市と合わせた周遊ルートとして多くの観光客で賑わう。下関市は山口県の中で最も観光客数が多く、2017年の観光客数はおよそ705万5000人である。海外からのクルーズ船も多く、 2017年の下関港湾局統計によると、クルーズ船が57回寄港している。また、旧四町では、角島大橋のある、角島、河原そばが、名物の川棚温泉や、石中系・本州最西端の地である、久の花などの自然景観を生かした、観光地が中心となる。関門海峡に面したエリアに観光スポットが多く、並ぶ。 県道34号沿いのエリア、下関市大名物下関産大鍋料理その他の名産品、4校、1校、1校、14校、公立9校、私立5校、24校、公立23校、私立1校、54校一分校、1は2019年に2に,に統合される予定、市内に、 空港はないが、近隣には北九州空港及び山口上空港があり、校舎は下関市内から路線バスで連絡している。また、福岡空港への高速バスも運行されている。なお、かつては北九州空港への路線バスも存在したが、2011年、平成23年3月31日をもって廃止された。なお、かつては以下の鉄道事業者が、 現、下関市域を運行していた。国際フェリー、三電交通は、2005年の市町村合併前からの、下関市域全域と、旧菊川町域、旧豊田町域、旧豊浦町域の川棚温泉以南に路線を持つ。また、下関市と山陽尾野田市、上市、峰市、長門市を結ぶ路線もある。ブルーライン交通は、旧豊田町域、 旧豊浦町域の豊海洋大団地以北、旧方北町域に路線を持つ。下関市生活バスは2005年の市町村合併により編入された各町のコミュニティバスを引き継いだコミュニティバスである。かつては下関市内を発着、経由し、関門トンネルや関門橋を通り、福岡県との間を運行する西鉄バス路線があったが、すべて廃止。 撤退資源損しない。ただし西鉄バスと三電交通が共同運行している高速バスは存在する。各機参照。福岡市と下関市を結ぶ福福天神号、富士グラン宇部、山口宇部空港と下関市を結ぶ路線がある。これらは三電交通による運行である福福天神号は西鉄高速バスとの共同運行。 詳細は福福号を参照。このほかかつては、東京都、東京駅、横浜市、大阪市、広島市、山口市、北九州市などへも高速バスが運行されていたが、これらは廃止された。山口県で唯一の道路基準地と県内の重要地の一つに指定されている。情報カメラ、お天気カメラは、海峡夢タワー、火の山のどちらかか。 両方に設置されていることが多い。下関市は、太陽漁業株式会社、現、株式会社、丸葉日露水産の創業の地であり、西日本地区におけるベースオフィスでもあったことから、当地を本拠地に、太陽漁業、当初は、林県商店野球部が活動し、1948年、国民体育大会優勝、その他都市対抗野球などにも出場する。 競合チームとして知られた。ノニリング分裂により、同チームは、プロ化して、株式会社丸は、球団を設立して、チーム名も、太陽ホエールズ、現在の横浜 DNA ベイスターズとして、セントラル野球連盟に加盟し、旧、市営野球場を本拠とした。太陽は、経営的に不利な状況が続き、には、広島東洋カープとの合併も囁かれたが、 広島市民の熱意で合併は一旦回避される。しかし、のシーズン開幕前に、松竹、ロビンス、京都市と電撃合併が決まり、チーム名も太陽松竹、陽松ロビンスとして大阪府大阪市を本拠地とすることになり、下関のホエールズは3シーズンで消滅した。かつてホエールズが本拠地としていた旧市営球場、 現在の下関市立市民病院所在地は限りで、老朽化のため解体され、には下関北運動公園内に、現在の市営球場が開場した。下関のホエールズが消滅してから、半世紀近くが経過したに、福岡大英ホークス、現、福岡ソフトバンクホークスが、本拠地を、大阪市、大阪球場から、福岡県福岡市、平和大球場、 福岡ドームに移転してから初のパリーグ優勝日本一を決めて以来福岡県に近い土地柄ホエールズの記憶の風化から下関市内でもホークスファンが多くなった2018年現在はホークスファンが下関市民の大勢を占めているが対応が下関から撤退した後も順本拠地的に年数試合の主催ゲームが開かれるなど今なおベイス,スターズの人気も根強い ホエールズ、当時の本拠地、川崎球場が、球団創設5発の日本一に輝いた。それから38年ぶりにベイスターズ、本拠地、横浜スタジアムが2度目の日本一に輝いたには、それぞれ、神奈川県内の本拠地所在地、川崎市、横浜市のみならず、発祥地、下関市内でも優勝パレードが開かれ、1998年の優勝パレードには、 約6万人が集まった。自動車のナンバープレートは以前は山口ナンバーであったが2006年10月10日より県内唯一のご当地ナンバーである下関ナンバー登録の地域となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。